お疲れ様です。ケリンいつチャンネルいつです。トリ手ケイジン g 3二日目となっておりますので、9、10、11、12、4つのレースをね、展開予想していきたいと思います。まずはトリ手ケイリン400メートルバンク、直線が54.6メートルと長いです。 1>, 1着の決まり手、逃げ20、まくり 22, 差し57とね、圧倒的差しい有利のバンクです。2着、逃げ14、まくり13、差し31、マーク41とね、ライン決着もそこそこありながら、数字違いもしっかりと入るというね、まあ、特殊バンクということで、後輩と期待ですね。それでは9レースメンバーを見ていきましょう。1番、佐々木。2番、筒井。3番、佐藤慎太郎。番小畑、た。5番、佐賀。6番、一戸。 7番岩谷8番朝倉9番大崎となっておりますラインを確認していきましょう5315番の佐賀に3番の佐藤慎太郎1番の佐々木雄一が回ります7297番の岩谷に2番の筒井9番の大崎が固めます4684番の大畑に6番の一戸8番の朝倉ということで3対3対3ライン3分線です ライン先頭を走る自力型比較ししていきましょう。5番、佐賀、バック8回ホーム4回、逃げの決まり手が2、まくりが4、差しが1、マークが1と、まくり先行タイプ。と。7番の岩谷、バック11回ホーム5回、逃げの決まり手が2、まくりが4、差しが3、マークが0。こちらもまくり先行タイプですね。4番の小畑、バック2回ホーム10回、逃げの決まり手が2、まくりが1、差しが3、マークが0と、こちらは1000、しのようなす。 戦い方で、まあ、前々に踏んでいって誰もが来なかったらそのまま逃げるんですけれど誰か来れば3番手、4番手に収まってそこからもう一度差し足勝負というようなね、千、まあ、差しのような戦い方をしているということで、えーまあ、本格選考は、ね、ここいないのかなということでね、まあ、全員が全員、ね、まくりかもしくは、ねまあ、変幻自在の自在タイプとなっております。 スタートなんですけれどもね、ここは格上ライン、佐藤慎太郎がいますのでね、531に前受けなのかなと。えー、そうなりますと、2番の筒井がいますので、729が中段、468が後方からですよね。赤番で468が上昇。まあこれ中段取りでしょうね。729が切り替えて531と、えー。ここでね、5番、7番のね、 主導権争いということになるとは思うんですけれど、まあ、岩谷の出、ね、来、えーえー、中断からね、先出発してしまえば、ね、ここでいけるんじゃないかという、ねえー、ジャンで729が主導権、468が中断、531がね、えー、まずは立ち遅れて、まあ、ここからのまくる展開と、えー、なりましたので、まあ、ちょっとね、地区は違うんですけれど、7番の、えー、岩谷の番手を丸2番のね、えー、筒井から狙っていきたいと。えー、そして、 玉返しはまあ佐藤慎太郎がねコース見つけて突っ込んでくるということで狙っていきたいと。 えまずは2番の筒井から7番の岩谷9番の大崎ラインのね前後をつけてえそこに襲いかかってくる3番の佐藤慎太郎ということで2位から793折り返し前、えー、こちらが本線ですね、まあ、特に2332この辺りがね本線かなと思いますあとはね2番からの抜け5番の佐賀のまくり追い込みということで2位から5折り返しですね、えー、そして3からの玉返しということでね5番の 佐賀と市場の佐々木ね両ラインをつけてまあここで入ると安いかなと。 えー、そして7番の岩田に4番の小畑、自力型をつけて3から5、1、7、4と、まあここの狙い目は2、3、3、2とえー、そして3、7、7、3の筋違いで入ってくれれば儲けというような形で、ねまあ、狙っていくのかなと。あとは、ねえーまあ、大穴が開いた時今まさかの4番の小畑が逃げて6番の一戸の,の番手まくりがあれば、ね、6番からで穴が開くんじゃないかということで、両主力、えー、2番の筒井と3番の佐藤慎太郎をつけて6から2、3、こ,こ ここは有名車検となっておりますさあそれではね、えー、続きまして10レースメンバーを見ていきましょう1番伊藤2番吉沢3番野口4番松尾5番神山6番根木7番吉田裕樹8番宮崎9番川口となっておりますラインを確認していきましょう7257番の吉田に2番の吉沢5番の神、ね、山拓也がつけていきます1番9番 1>, 1番の伊藤に9番の川口8348番の宮崎に3番の野口4番の松尾6番のうねきは短期ということで3対2対3対1ということでね3分線プラス1になっておりますライン戦闘を走る自力型比較していきましょう7番の 吉田勇樹、バック12回、ホーム8回、逃げ抜き前手が8、マークリが6、サシか0、マークが0、マークリー先行タイプ、馬をね、ときめく119期20歳の、ねまあ、逸材ですよね。S 級でも大いに暴れに暴れております。あとね、1、2年 S 級上位で揉まれれば、ここ G1 先生にもね、首をね、突っ込んできて、ね、タイトル取ってしまうんじゃないかと。兄貴が取るのが早いのか、吉田勇樹が取るのが早いのかというような、それぐらいの、ね、逸材ですね。一番の バック8回、ほぼ7回、逃げの決まり手が1まくりか7、差しが1まくりゼ0、まくり一発狙います。 8番の宮崎、バック1回ホーム3回、逃げの決まり手が0、まくりが1、差しが0、マークが3ということでね、さあ、ここ、どうするんだと、動けるのかというところがあります。普通はね、昔の競輪ですと、まあ、隠したラインが逃げていくということがあったんですけれどもね、さあ、ここ、宮崎のね、大逃げがあるのかどうかと。6番のうねき、バック4回ホーム7回、逃げの決まり手が1、まくりが0、差しが2、マークが0とね、まあ、残念ながらラインができませんでしたと。まあ、ここは足をためてのね、一発狙っていきたいと。 ところだと思います。 スタートなんですけれどね、もうここは吉田優希ラインがね、もう受けて立たないとしょうがないでしょうということで、725が前行きすると。1番9番がまずは中段キープ。834がその後ろ。6番はね、まあとりあえずこの834をね、まあ追走していくのかなと。赤番で834がインを切りに行きます。まあ中段取りの可能性が高いですよね。6番がいて1番9番725と、えー。ただここでね、1番のね、伊藤もね、まあそんなにほどね、逃げる選手じゃないんで、初日バック取ってるんでね。 さあどうするんだということでやっぱりここはね7番の吉田勇樹がねまあジャンからホームあたりにかけて一気の発進と834を楽に叩いてしまうと。 え、6番がいて、1番9番が後方からまくる展開と考えましたんで、まあ、初日のね、吉田幸、まさかの後ろに刺されてしまったということもあります。まあ、取りでそれだけ直線が長いということなんでしょうかということでね、ここも2番の吉澤淳平ということになっておりますので、7番のね、吉田を刺すであろうということで、2番の吉沢淳平から狙っていきたいと思います。万が一ね、穴が開くとするならば、8番の宮崎が逃げていた時き、3番の野口の番手巻 とということがありますので、えー、まあ3番のね、えー 野口の番手まくりから行くのか、その後ろの4番の松尾から狙っていくのか、ちょっと悩んだんですけれど、えー、まあここはね、最近の傾向といたしましては、マーク型よりもね、自力型の方が強いということなので、まあ、番手まくり行けばね、3番の野口が粘りに粘るというところを見てみたいと。ということなので、えー、まずは2番の吉沢淳平から、えー、7番の吉田、もうここ特注ですよね。えー、で、万が一、吉田がバテたときは5番の神山拓也ということで、もうほとんど2から7、5、ここでいけんじゃないかという感じ ですよね、えー、そしてまあ、えー、2、3、3人で入ってくれればボロ儲けというような形でねまあ2から7、5、3折り返しでまあ、こちらで勝負でしょうね。あとはもうねウルトラ軽く押さえと、えー、2番から一番の吉岡、9番のね川口が突っ込んでくるということで、ね、2から19、えー、そして3番の野口これはもう番手まくり打ってた時ですから4番の、ね、松尾との一戦、えー、もしくはね7番の吉田勇気がまくり一番の伊藤のまくりということで、ね、3から4、7、1こちらの。 の方で穴はね狙っていいいきたいと思いますそれでは11レースメンバーを見ていきましょう1番、カシノ2番、鈴木リック3番、和田健太郎4番元、本砂5番、松浦6番、藤原7番、佐藤8番堀、堀9番、山形となっておりますラインを確認していきましょう5195番の松浦に1番のカシノ9番の山形が回ります237 2番の鈴木に、3番の和田、7番の斎藤が固めます。8、4、6、8番の堀に、4番の本砂、6番の藤原ということで、ここは3対3対3、ライン3分線です。ライン先頭を走る自力型、比較していきましょう。5番の松浦、バック4回、ホーム2回、逃げの決まり手が1、マクリが11、差しが8、マークが0と、マクリ先行、差し、オールランドプレイヤーですけれど、まあ、調子のいい時の松浦よりは一段落ちてますよね。えー 今の、ね、段階ですと、盤、ま、両、あ、を、ね、回るような競争ですと盤石なんですけれど、え先頭を走るときっていうのは、ね、え若干、好調のときよりは脆さを感じてしまうということで、ただここは2位予選ということで、まあ、え力の違いを、ね、見せつけてくれれば、まあ、5番の松浦、本命というところはね、堅、まあ、いでしょうね。 2番の鈴木リック、バック13回、ホーム9回、逃げ抜きまい手が7、それ以外はついておりませんということで、もうここは一発、かましを狙っていきたいところですね、大逃げ、打てるかどうかと。 8番の堀、バック5回、ホーム5回、逃げの決まり手がに、まくりがに、刺しがに、マークが0と、まくり刺し先行タイプということでね、2番の鈴木リックとね、8番の堀、どちらが逃げるのか、それをね、5番の松浦がまくりで仕留めるという展開になるんでしょうかと、えー。スタートはもうね、1番のカシノもいますし、5番の松浦が受けて立つ519ですね。2番の鈴木リックがしっかりと中断取って、846が外枠引いておりません、ね。後方からの仕掛けと。赤番で846が叩きに行きます。 237が切り替えて519とあとはジャンの合図とともに237が発信するんですけれどここで846が思い切り抵抗すればねまあ5番の松浦の出番ということになってしまいますすんなりとね237でできれれば面白いんですけれど846が中段にいて519が この時点ではね、おそらく846のところ、中断でね、外並走になってるんじゃないのかなというふうに思います。さあ、こうなってくればね、2番の鈴木リックに乗って、3番の和田健太郎が差し足を伸ばすということでね、ここは3番の和田健太郎から狙っていきたいと。ちょっと5番の松浦ね、そこまでね、ピークの時ほどの 怖さっていうのはね、感じないということで。そして、押さえの方なんですけれど、ここは少しね、バラバラと5番と1番からね、少しずつ狙っていきたいと。 えまずは3番の和田健太郎から、えー、2番の鈴木陸、七7番の斎、ね、藤をつけて、えー、そこに1番の歌手の5番の松浦ということで、3から2、7、1五折り返し、全、こちらが本戦です。えー、そして3番からの抜け、4番の元砂、来れば後輩等と。あとは5番の松浦からとの玉返し、えー、まずは4番の元砂、1番の歌手の、ここは特注ですけれど、まあ、1、5、5一で入ったらね、まあ、安いんでね、えー、本当に3割。 はった弾がか戻ってきたらいいかなというぐらいでしょうか。えー、2番の鈴木陸が粘りに粘っていればそこそこの後輩当ということで、5から4、1、2ですね。えー、あとは1からの抜けということで、戻すなと、2番の鈴木陸、自力型をつけていって、まあ、ここで入っても後輩当じゃないかということで、これバラバラ点数が多いという時は、どういう時かというと、5番の松浦の本命というのがね、そこまで怖くないんじゃないのかなという時に、まあ、バラバラとで後輩当を狙いしているということで、え、ー 点数がいつも多いって言われますけれど、えそんなに絞って大穴取れるんですかとね、私は思っております。最終12レースメンバーを見ていきましょう。1番武田、2番松岡、3番大木、4番川越、5番吉田拓也、6番山中、7番福永、8番吉田健一、9番杉森となっております。ラインを確認していきましょう。5、9、1。 5番の吉田拓也に9番の杉森1番の武田が固めます7287番の福永に2番の松岡8番の吉田健一が回ります4634番の川越に6番の山中3番の大木ということで3対3対3ン三分線です ライン戦闘を走る自力型比較していきましょう。5番の吉田、バック7回、ホーム5回。逃げが3、まくりが5、差しが5、マークが0ということでね、えー、初日特選は予定通りバックを取りましたと。えー、ここはまくりで仕留めていくんじゃないかなと思います。7番の福永、バック13回、ホーム13回。逃げの決まり手が5、まくりが1、差しが1、マークが0ということでね、えー、ここはもう一発カマしてね、長距離法、打っ放していきたいところですね。4番の川越、バック2回、ホーム4回。 逃げの決まり手が1、まくりが3、差しが0、マークが0と、えー、さあ、ここ、まくり一発、ね、釜島で含めて動いていくことができるのかどうかということですね。 えまずはスタートなんですけれどもね、まあ、5番の吉田拓也今日はもうねまく、あ、りでいいということでね受けて立つんじゃないかということで591が前とえ2番の松岡がいますので728が中断を取る463がまず後方からですね赤番で463がインを切りに行くまあ中断取りでしょうね728が切り替えて591ともうここはね福永行く気満々だということでね728発進と463が中断キープ591が後方から まま展開と考えましたので、まあ、こうなれば、ね、7番の番手を丸2番の松岡、ここから、ね、狙っていきたいと、えー。そして穴はね、ここ4番の川越がまさか逃げたとき6番の山中殿下の宝刀番手まくりということで6番の山中から。 いきたいと本来は5番の吉田拓也が本戦士されるのは分かっております。えー、ですけれど、まくりの本命というのはね、そうそう決まるもんじゃないというふうに思っておりますので、えー、ここもね、えー、穴が出る可能性はね、あるんじゃないかと。えー、特に4番の川越が行った時の6番の山中の番手まくり、3番の沖がね、まくってくる5番の吉田拓也をガツーンと牽制さえしてしまえばね、山中でもね、いけるんじゃないのかなというふうにね、ま 思ったりもしておりますまあ、面白いじゃないかとさあそれではね2番の松岡から7番の えー、福永と8番の吉田健一、ラインの前後をつけて、えー、そこに襲いかかってくる5番の吉田拓也、2位から7、8、5折り返し、ね、こちらが本戦です。そして2位からの抜け、9番の杉森、6番の山中、ここね、6番の山中が絡んでくれば後輩とということですね、えー。そしてもうね、ここは完全に穴狙いになってますんで、6からはかなり手広くと、えー。5番の吉田拓也、7番の福永、9番の杉森ということで、あとはね、ラインの前後、3番、4番をつけて、6から5、7、 後輩とを狙うときは、まあ、手広く、本戦サイドを狙っていくときはしっかりと、ねえー、点数少なくというね、まあ、メリハリをやっていかないとしょうがないのかなという気がします。24戦の場合はね特戦から落ちてきたメンバーというのはねかなり強力というところがあるんですけれども、まあ、どうしてもねまく、あ、りに回りますと何人かは、ねまあ、脱落するということも、ね、あると思います。まあ、もちろんね運が悪ければ特メンバー全員、ね 乗っていいくということもあるとは思いますけれどね、まあ、そのあたりはまあレース展開のあや、ね、競輪選手に頑張っていただきましょうということで、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。